音楽界の革新者、ナンバー・アンダーライン愛の衝撃的なデビューとその魅力。ファンの心をつかむ。ナンバー・アンダーライン愛の最新楽曲ランキング大公開。2024年初夏、音楽界に新たな風を吹き込んだのは、ナンバー・アンダーライン愛。平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんが2023年10月に結成し、2024年の元日に GOT でデビューを果たした。 彼らの登場は、ただの新しいグループの出現にとどまらず、日本の音楽シーンに一国を投じるものとなった。n ンバーアン Underline の音楽は、和の要素と現代的なビートを巧みに融合させ、新しいスタイルを確立している。デビュー以来、次々と楽曲を発表し、多くのファンを魅了している。その中でも、 2024年6月日日から20日にからにけて行われたアンダーライン・ア、no. イの好きな楽曲はというアンケートで特に人気を集めた曲があるこのアンケートには1万1070票もの投票が集まりファンの熱い支持を受けていることが伺える第2位に輝いたのは No.Yes この曲は1433票を獲得し グループ初の CM タイアップ曲としてサントリービアボールのテレビ CM に使用された軽快で夏を感じさせるエモーショナルな雰囲気のメロディーと歌詞が魅力的で2024年5月27日に発売されたミニアルバム No.O.Ring に収録されている第1位に選ばれたのはボン n で1814票を獲得したこの曲はメンバーの平野さんがプロデュースした作品で 盆栽をテーマに和の雰囲気とヒップホップを融合させたユニークな楽曲だ。オリコン週間デジタルシングル、単曲、ランキングでは初登場1位を獲得し、その人気と実力を証明している。ファンの声も多彩で興味深い。あるファンは、夢の続きという曲について、10代の終わり頃に聴いて涙したレイニー・ブルーを思い出し、切ない気持ちが蘇ったと語る。また、 富士に衝撃を受けたという声もあり、まずは1バースの部分が特に印象的で、世界を目指せる楽曲だと感じたという。和の要素を感じさせる曲作りと、日本語の歌詞が逆に新鮮で良いと評するファンも多い。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスも魅力的で、歌でもその実力を見せつけているという。他にも、イズイットミーという楽曲が好きだというファンは、 そのテンポと歌詞が特に気に入っていると述べている SNS で OK コンプレックスに触れて好きになったという声やスクエアアンダーラインワンの完成度の高さを評価する声も多い特にスクエアアンダーラインワンはラップとメロディーが絶妙に融合し音楽通にも高く評価されているこうしたファンの声から見えてくるのは No.1 ア,アイの楽曲がそれぞれ異なる魅力を持ち 多様なファン層に支持されていいるととうことだ3人のメンバーそれぞれの個性が曲に反映されており彼らの声と化し曲調が絶妙にマッチしているデビューから短期間でこれだけの支持を集めることができたのは彼らの音楽的な実力と魅力によるものであることは間違いないこのように n o I の楽曲はその斬新さと完成度の高さからリリースされる度に話題となり 多くのファンを魅了している。彼らの音楽は、日本の伝統的な要素と現代の音楽スタイルを融合させ、新しい形で表現している。その結果、国内外問わず幅広い層に支持され、音楽シーンに新たな風を吹き込んでいるのである。さらに、n o ア i の楽曲には個々のメンバーのプロデュース力も光っている。平野さんがプロデュースした、ボンは、その代表例であり、 彼のの独自の視点と感性が存分に発揮されている彼らの楽曲制作の背景にはメンバーそれぞれの深い音楽理解と想像力があるこれは単なるエンターテインメントにとどまらず彼らの音楽が持つメッセージ性や哲学がリスナーに深い印象を与えている n o ア i の音楽活動はデビューからわずか半年余りでありながらすでに多くの楽曲がファンに愛され支持されている これは彼らの努力と才能の賜物であり、今後のさらなる活躍が期待される。彼らの音楽は、日本の音楽シーンに新しい風を吹き込み続けるだろう。ファンの期待と応援を背に、ナンバー・アンダーライン・アイはこれからも新しい挑戦を続けていくに違いない。このように、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽は多くの人々に深い感動と共鳴をもたらしています。彼らの楽曲は単なる音楽だけでなく、 聞く人々の心に何か特別なものを与える力を持っているように感じます。それぞれの曲が持つ独自のストーリーと感情が、聞く人の心に響き、思い出や感動を呼び起こしています。特に、ファンの間で人気の高いボンややーイエスは、それぞれ異なる雰囲気やテーマを持ちながらも、共通しているのはその深い音楽性と感性です。平野さんがプロデュースしたボンは、 和の要素とヒップホップの融合が独特の魅力を生み出し、多くの人々の心をつかんでいます。一方、ノーイエスは軽快で夏を感じさせるメロディーと歌詞が特徴で、そのエモーショナルな雰囲気が聴く人の心を豊かにします。また、個々のメンバーの声や歌唱力も楽曲に深みを与えています。彼らの歌声は単なる音楽ではなく、聴く人の感情に寄り添い、共鳴してくるような力を持っています。 そのため、多くのファンが彼らの音楽を通じて自分の思い出や感情を再確認し、新たな気づきを得ることができるのです。さらに、n o ーアンダーライン I の楽曲は単なるエンターテインメント以上のものを提供しています。彼らの音楽は、日本の伝統的な要素と現代の音楽スタイルを融合させ、新しい形で表現しています。その結果、国内外で幅広い層に支持され、 音楽シーンに新たな風を吹き込んででいるのです。今後も No.1&i の活動がどのように進化し、どのような新たな楽曲が生まれるのか、ファンとしては大きな期待と興味を抱いています。彼らの音楽が私たちの心にもたらす影響力は計り知れません。これからも彼らの音楽と共に成長し、感動を分かち合い、新たな音楽体験を共有していきたいと思います。最後に、 あなたにも問いかけます。ナンバーアンダーラインアイの楽曲で一番心に残るのはどの曲ですかその曲がどのような感情や思い出を呼び起こしてくれるのか、ぜひ共有してください。そして、彼らのこれからの活動に対するあなた自身の期待や応援の声も、一緒にお伝えいただければ幸いです。彼らの音楽が私たちの日常にどんな影響を与えるのか、一緒に見守り、楽しみましょう。 最後に、皆さんに問いかけたい。あなたにとって、ナンバーアンダーラインアイの楽曲で一番心に残るのはどの曲ですかその理由は何ですかあなた自身の音楽体験や感情と重ね合わせて考えてみてください。そして、今後の彼らの活動にどのような期待を抱いているのか、ぜひ共有してほしい。彼らの音楽がどのように進化していくのか、共に見守り、応援していきましょう。